じゃあそっちの奥や、あっちの奥のところに寄ったんだ。でちょうどここから、あ、すみません、これラストドーム街ね。あ、こんな感じになっとるんや。で、切符売り場がこっちで、IC カードも対応してるんや。冷たいものにしばしこんなの取るんや。へえ。中に入ると面白いね。で、新聞とか買って、これ何？ピカチュウ。欲しいか？いや、よくわからん。ラインナップやな。朝村。へぇー、買えるんやな。で、どこにいたらいいんやったっけ。本通りから大町か、320円ね。よしよし、これでできるんだよね。さあ、バシッとチャージも済んだんで、買ってみる。おむしまんじゅう。ちょっと気になるもんな。いくら？220円。もう220円だったらね。あ、レアチーズとかも気になるんだよ。まあやっぱ7個しようかな。あ、冷えてんだ。へえ。せっかくだから開けて、で、タッチ。で、中入って、下行ったら、電車が来てるみたいだけど、ちょっと、お手洗い借りてこう。よし。誰帰ってきたけど、アストロムラインって新しい路線ですよね。なんかトイレがむちゃくちゃ昭和感満載でびっくりしたんですけど、あ、もうちょうど来てますね。よいしょ、これで行けるみたいですけど、まだ6本あるんで、ちょっと端っこの様子だけ見ましょうか。こんな感じでフルカバーなんですね。さすが最近できただけのことあります。で、本町で、本通りで終点なんで、そこにターミナルが見えるのかな。見えないかな。ターミナル、あ、行き悪いね。ターミナル、中止としてこそターミナル。よし、こういうバイクなんですね。あ、そうか、新交通システムやったらレールがないですからね。バチッと止めるところだけあってって感じですね。横のガイドレールっていう形だったかな。なんか乗ってるか。何両編成なんだ。よし。
ずっとこっち上り線行こう。着きました。大橋まで来ました。ここから、壁線に乗り換えて行ったら、ね、ショートカットですよ、うん、いやもう12時回ってますけどね。大失敗にも転がる気がするけど、まだまだ諦めてませんからね。で、そう、進行としてもね、こんな感じでね、ゴムのラインがあって、そこのところ走っていくような感じになってるんで、それ心地もやっぱ独特ですよね。で、上りオンリーでエスカレーターがある感じかな。で、そこがもう JR の方待ちゃいけない。なんでこのとこにチートルが、本当になんでこんなとこにチートルがあんねん。待って、チートルおっちょこかなよ。ここヨーグリかなんか取った、違うのか。へえ、どこ、あ、このまんまになるんだ。へえ、あ、そうか。で、ピットルってかな、よいしょ、OK、 じゃあこんな感じなんや。